はい、レントルパパです。はい、このチャンネルはですね、アルファ&ベルファイアの情報配信しているチャンネルでございます。またチャンネル登録をお済みでない方、ぜひこの間にチャンネル登録よろしくお願いいたします。では今回のテーマなんですけども、ちょうど1週間後ですね、来週の水曜日21日になるんですけども、待望の新型40系アルファードベルファイアの、記者発表ですね、が行われる予定となっております。で、先日の動画にてですね、工場より全国のディーラーへ、1日に、間に合わせるためですね、7月1日にディーラーの展示会というのがありますので、そちらに間に合わせるために出荷が始まったとの動画を公開させていただきました。で、その後ですね、Twitter であったり TikTok で、インスタですね、そちらの方では本当 SNS 上では、目撃情報がすごい量でね、ブワーッと出てきて、まあ黒のベルファイアであったり白のアルファードであったり、まあ今までね、見えなかったところがどんどん見えるようになってきました。で、そこでですね、そういった画像を見ながら、皆さんね、モチベーションもどんどん上がってきて、まぁ、ちょっとね、気になるところが一つあると思いますので、今回はね、そちらについて触れていきたいと思います。はい、それでですね、まぁ、発売が目前となった今、皆さんが気になるのは価格の問題だと思います。で、前回の動画でもですね、私の担当者は、値段ですね、価格を把握してるんじゃないか、隠してるんじゃないかっていうの内容をね、お伝えしたんですけども、まあ一週間前となってね、ようやく、まあネット情報でもたくさんのね、価格情報が出揃ってきて、まあある程度の金額差若干はあるんですけども、ほぼほぼ似たり寄ったりの数字になってきましたんで、まあその数字をですね、私の担当者にそのままぶつけてみました。まあ自分の口で、なかなか言えないんであれば、こちらから言って、まあ、合ってるか合ってないかっていう返事だけしてもらおうかなっていうね、魂胆で、まあ、あの話をしたんですけども、まあ結局ですね、結論から言うと、私が言った数字っていうのが一切否定もなくですね、そこまでネットで出てるんですねっていう関心をされてましたんで、まあ、ほぼほぼ合ってる数字じゃないかなっていう数字が出てきましたんで、まあ今回はですね、アルファードとベルファイア、ね、各グレード別の価格をお伝えしていきたいと思います。で、車種とね、まあ、グレード今後の選定のお役に立てればと思いますので、まあ、です、今回もですね、価格 .com の方で、そういった具体的な数字を上げていらっしゃる方がいらっしゃいましたんで、まあ、そこの画像ですね、そちらをちょっと使わせていただいて、皆さんにね、共有したいと思います。はい、あとですね、今回はね、ちょっと動画の最後に、現在ですね、メンバーシップのグループ LINE の内容がすごく濃い情報になっております。で、私自身も驚かされる情報が皆さんから寄せられててですね、まあ、さすがにね、有料で入ってこられた方ということの集まりということなんで、まあ、ちょっとガセネタがほとんどないということが、私にとってはすごくね、有益な場となっておりますので、この場をですね、ぜひね、皆さんにも共有していただきたいということで、まあ、前回の動画の時もね、メンバーさんの募集を募ったところ、たくさんのメンバーさんが加入していただいたんですけども、一つ問題があったのが iPhone からの加入ですね、っていうのがやり方がわからないですっていう声がたくさんありました。ね、中には DM をね、Twitter の DM からメンバーになりたいけども、なかなかそのメンバーになり方がわからないという方も2名いらっしゃって、まあ、一応そこでね、私がナビをした形で、なんとか加入の方向には至ったんですけども、今回ですね、本当にメンバーに入っていただきたいという思いから、今回は本当に興味のある方だけになるとは思うんですけども、メンバーの入り方ですね、特に iPhone の方に関してはご説明したいと思いますので、ぜひですね、動画の最後までご視聴いただければと思います。はい、ではですね、先ほど言ってた価格 .com でね、投稿されてた数字をちょっとね、画面に表示しながらちょっと見ていきたいと思います。まずね、数字がこちらになります。ね、ちょっとね、ギュッとなってて見にくいところもあるんですけども、読み上げていきますので、まあ、聞き流しながらちょっと目で追っていただければと思います。まずね、上から順番に行きます。アルファード Z 540万円。アルファード Z 4WD 562万円。アルファードハイブリッド FF ですね、620万円。アルファードハイブリッド E4 ですね、645万円。ね、アルファードエグゼクティブラウンジ830万円。ね、アルファードエグゼクティブラウンジの 4WD が855万円ですね。ね、エグゼクティブに関してはハイブリッドのみの設定となっておりますので、このエグゼクティブ830っていうのは FF モデルと思ってください。では次ですね、ベルファイアの方になるんですけども、ベルファイア Z プレミア、ガソリン車ですね、2.5 リッターエンジン655万円。ベルファイア Z プレミアハイブリッド FF モデルが690万円。で、ベルファイア Z プレミアハイブリッドモデル E4 715万円。ね、ベルファイア、エグゼクティブラウンジ FF モデルですね、ハイブリッドですけども、855万円。
最後ですね、エグゼクティブラウンジ 4WD ですね、こちらが880万円という金額になっております。でまたね、G グレードに関しては意外とね値段が出てなかったっていうのと、まあ、今回参考にさせていただいた価格ドットコのコムの方でも聞いてませんっていうことがありましたんで、ここはなぜか出てないのがちょっと不思議かなと思いました。まあ需要がね、少ないところでありますので、ここはね、まあ、興味のある方は少ないと思いますので、ここはねパスしたいと思います。はい、という感じでですね、アルファードベルファイアのグレード別の価格を見ていただきましたけども、皆さんの予想価格は安かったですか？それとも高かったですか？ということでね、その値段を見てですね、皆さんのグレード多分、ある程度、決まったと思います。今まで思ってた通りで、決めたのか、妥協された方がいるのかっていうことをちょっとね、私、皆さんの感想を伺いたいので、ぜひこの動画のコメント欄でですね、自分はアルファードの Z を買いますとか、ベルファイアのターボを買いますとか、そういった声をね、ちょっと伺いたいなと思っております。で、その書き込みの結果でですね、私も車種選定ですね、アルファードにするのか、ベルファイアにするのか、ガソリン車にするのか、ハイブリッド車にするのか、っていうところの参考にしたいと思いますので、皆さんの書き込みがですね、今後メインチャンネルのカスタム動画のベース車両となってきますので、そちらはですね、本当にどんどん書き込みをしていただければと思います。でですね、あと個人的にはですね、まあ、アルファード Z が一番売れ筋になるんじゃないかなと思っております。まあ、これ一番安いグレードといった語弊があるんですけども、一番安くてもね、500万超えてる車なんで、なかなかのね、お値段になっております。で、単純に今の30で言うと、SC グレード、以上のグレードになりますので、決してね、安い車という表現は、間違ってると思いますけども、まあ、今現在の中では一番安いグレードになっておりますので、まあ、これがですね、皆さんの中で一番響くグレードになってくるとは思うんですけども、まあ、個人的にはね、外観に関してはフロントリアともにベルファイアがいいなとは思ってるんですけども、やはりですね、私 YouTube をやっていく上はやっぱり需要の多いところの車種を私も購入して、その車をねカスタムしていきたいと思いますので、ぜひですね皆さんの声をお寄せいただければと思います。ではですね、まずメンバーシップの、ゴールドメンバーの特権ということで、グループラインの加入方法について、お伝えしたいと思います。で、まずですね、パソコンから、スマートフォンの Android からのご利用の方に関しては、動画下の方にですね、チャンネル登録の並びのところに、メンバーになるというね、表示が必ず出ておりますので、まずそこから入っていただければ、何の問題もなくですね、画面が開いて、各クラスですね、シルバー、ゴールド、プラチナというね、3段階の、まあ、特典別で、ね、ランクが決まってるんですけども、そこが選択画面が出てきますので、グループ LINE ご希望の方に関してはゴールドを選択して決済画面に進んでいただいて決済完了すればとりあえずそれで OK となります。ただですね、iPhone の場合はそのメンバーになるという文字が、まあ、Google さんと Apple さんね、過去にいろいろいざこざがありましたんで、その影響かわかりませんけども、簡単には YouTube アプリからは加入させてもらえませんっていうのは、YouTube アプリの方からですね、まあ、iPhone の機種にもよるような話も聞いたことはあるんですけども、メンバーになるという表示が出ないという声がかなり多くなっておりますので、今回はですね、そういった方のために、どういうふうに加入するかっていう説明していきたいと思います。はい、ではですね、iPhone の方でメンバーになるという表示が出ない方、この作業を今からしてもらうんですけども、至って簡単です。まずですね、iPhone であれば、私 Android なんでわからないんですけども、Safari というね、まあ、ブラウザがあると思います。ね、Safari もしくは Google Chrome ですね。要はブラウザを開いていただいて、で、そこで YouTube と、検索窓で YouTube と検索します。で、するとですね、YouTube のホーム画面が入れる URL というか、まあ、YouTube というところをポチッと押してもらうと、YouTube のホーム画面があって、ランダムにね、まあ、動画のおすすめが表示されるわけなんですけども、その右上のところにですね、人の形をした多分アイコンがあったような気がします。とりあえず丸いアイコンが右上にありますので、そちらのアイコンをタップしていただきます。でタップするとですね、そこにログインをね、要求される状態になりますので、皆さんが普段ね、ご視聴している YouTube アプリのアカウント、ID とパスワードあると思うんですけども、全く同じアカウントで、そのままログインしていただければ OK です。で、その状態で、私のチャンネル、アルベルチャンネル、レントのパパの方に訪問していただいて、チャンネルホーム画面であったり、まあ、動画の再生の画面の下のところを見ていただくと、メンバーになるというね、ちょっと白い黒文字の、白抜きの黒文字と言ったらいいのかな、文字が出てますので、そこに入ることによってメンバー加入が可能となります。
先ほど言ったようにですね、中にはシルバー、ゴールド、ね、プラチナ、3つの選択肢、ね、一応ね、スポンサーとはあるんですけども、ここはね、皆さん、一般の方には関係のないところなんで、3択はありますので、そこを選択していただきます。で、シルバーに入っていただくと、まあ、メンバーさん限定のライブの参加権、権利であったりとか、過去のアーカイブですね、メンバーさんだけのライブのアーカイブを見れたりとかっていう特典がありますけども、LINE に入る場合にはゴールドメンバーに加入する必要がありますので、2番目のランクに入っていただければ OK です。で、ここでですね、一応これで終わってる方が非常に多いので、まだですね、まあ、ゴールドメンバーにもかかわらず、確か3、4名ぐらいですかね、まだ、メンバーにもかかわらず、LINE に入ってこれてない方がいらっしゃいますので、その方はですね、ここからの作業も同時に行っていただければと思います。はい、なんとかですね、メンバー加入ができた場合ですね、そのまま放置しててもグループ LINE に入ることはできません。YouTube と LINE っていうのは全く関係のないところなんで、個人的に私と繋がる必要がありますので、まずですね、メンバーになった後ですね、チャンネルのトップページの方に行っていただくとコミュニティっていうところがあります。まあ、あのホーム画面のところに動画であったりとか、ショート動画であるとか、そういうカテゴリー別のちょっとね、ジャンル分けされているところがありますので、そこのコミュニティというところに入っていただくと、ゴールドになってなかった時には見えなかった表示がゴールドメンバーになることによって見える一応ね、告知がありますので、その告知の中にですね、私と LINE でつながるための URL が記載されておりますので、そこに入っていただきます。で、そこはですね、 Google のフォームになっておりますので、ちょっとしたアンケートであったりとか皆さんのメールアドレスの確認であったりとかするところがあるんですけども、基本的にそこの、加入というか、記入の必要性というのは正直ありません。で、なんでないかっていうと、そこの中にですね、私の LINE の ID であったりとか、LINE の名前が記載されておりますので、それをですね、皆さんの LINE の方で、友達検索してください。で、検索することによって私のアイコン出てきますので、私の名前とアイコンが出てきますので、そこでね、友達を追加していただいて、で、そのまま放置されている方も中にはまだいらっしゃいますので、その場合はですね、しっかり皆さんの方から私の方に YouTube のアカウント名で何々です。私であればレントのパパです。よろしくお願いします。みたいな感じでメッセージを飛ばしておけば、あとは私が手が空いた時にですね、グループの招待する前に、やっぱりね、グループにもルールがありますので、そのルールをしっかり見ていただいて、それに承諾していただいた方だけをね、グループラインに招待してますので、そういったやり取りをしてから、グループの方に招待しますので、まずはですね、メンバーになっていただいた後に放置しないということが一番結構重要なところになります。で、メンバーになればですね、コミュニティの方から URL に入っていただいて、私の LINE の ID の確認をしていただいて、ね、LINE を検索すると、友達申請すると。で、そこで私にメッセージを投げてから、あとは待つだけということになりますので、ちょっとね、面倒ではあるんですけども、110名以上のですね、メンバーさんが今集結しておりますので、なかなか濃いね、情報が飛び交っておりますので、この機会に、メンバー登録お待ちしております。はい、ということでですね、今回は価格がほぼ確定したという内容と、今後アルファードベルファイアの全国納期情報の、まあ、場ですね、情報の場として、メンバー管理の方法についてお伝えしました。とにかくですね、私自身がメンバーさんの情報に助けられている部分がかなり、ありまして、まあ私の知らない情報までね、メンバーさんがどんどん投稿して、共有していただいてますので、まあ本当にネットにいない情報っていうのもたくさん出ておりますし、画像ですね、画像もね、なかなか今までなかった、本当に今日になって出てきたのが黒のアルファードの画像ですね、そういったところまでね、まあ投稿していただいて、皆さんと共有していただいておりますので、まあ多分今一番なかなか濃い情報の場じゃないかなと思っておりますので、ぜひですね、この機会にメンバー登録お待ちしております。ではですね、おそらく次回の動画としては21日の夕方頃ですねになると思います。これはですね、私の商談した後の結果報告の動画になると思いますので、ぜひですね、興味のある方はチャンネル登録して次回の動画をお待ちいただければと思います。では次回の商談動画でお会いしましょう。バイバイ。高いな。